もう決算ができないエラーが出てるんで何回も。で、別の日にしようと思ったんだけど、もう、ガチャ中毒だから割とね。うん。ガチャ中毒だから割とね。うん。ガチャ中毒だから割とね。ガチャ中毒。どうも、ランチャンネルです。今回は第4回虎の観察ということになるんですけども、冒頭で見ていただいた通り、ガチャ中毒であるとカミングアウトした虎さんなんですけども、まあ、別にカミングアウトせんでも、旗から見ててもわかるんですけどね。で、その虎さんが一体どのくらいガチャ中毒なのかというのですね、過去の動画を見ながら振り返っていきたいかなと思います。そしたら早速ですが、始めていきましょう。まずこの動画なんですけども、6月11日に発表されている動画で、一応荒野行動でのガチャという動画になってるんですけどね。なんかオープニングがめちゃめちゃかっこいいんですけど。はい、スタート。トラちゃんのシーズン12、15万円分ガチャ回していくぞー。おかわいそうに、これフレンドの覇王さんですけど、トラさんに言わされてるんでしょうね。なんかタイトルコールをさせられてますけどね。別宅に帰んなきゃねえと思ってたんだけど。別宅？別宅って何よ。家1個じゃないの？いっぱい持ってるっていうことなんですかね。 iTunes カードが15万円分眠ってたのよ。わあ、素晴らしいね。しかもその場所どこだと思う？いや、場所は言わなくていいんじゃないの、これ。いや、違う、コンビニ袋の中に眠ってたんだよ。iTunes カードは眠らないですし、コンビニの袋の中に無造作に15万円分も入れるものではないです。しかも眠ってたっていうぐらいなんで、忘れてたでしょ。下手したら捨ててまいますよ。まあ、危なっかしいなぁ。さあ、いよいよ始まりましたね。94,529 金券。長くなるので早送り再生って、じゃあ何のためにこれガチャ動画撮ってんのよこれ。いや、一番早送りしたらあかんとこ、早送りしたらあかんとこ、なんか出たとか出へんとかで一喜一憂せなあかんとこやないですか。おキャンディー出ました。おっと、深海探索者靴が当たりました。うん、俺の狙ってんのはこのあれなんだよ、クルーザー。え、キャンディーじゃないの？めっちゃ嬉しそうやったけど。お、深海ヘルメット当たった。お、深海頭と、うん、頭と足が当たったね。出たキャンディー。まあキャンディーは、まあキャンディーはって絶句されてるじゃないですか。いべ、どっちでも。あ、キャンディー、またキャンディーって。いや、もうそのまま行こう、そのまま行こう、もう一回。はい、あ、出た。次のキャンディーって何よ。キャンディーキャンディーが来た時だけキャンディーコールする。もうフレンドの覇王さんも笑うしかないっていう感じですよね、これ。おお、上がっちゃったよ、シービラ。まあけど、楽しそうは楽しそうですけどね。こんだけ楽しいんだったら、まあいいんじゃないですかっていう気になってきましたね、だんだんね。当たって何年目か。キャンディーキャンディーユニコーン。キャンディーユニコーン来ましたね、揃っちゃったね。なかなかキャンディー来ねえな、寂しいな、ちょっと。いや、趣旨が変わってるって。キャンディー引くために回してるようになってるじゃないですか。もうキャンディーいらんでしょ。こねえがったらこねえで寂しいんだ。寂しいな、キャンディー。キャンディーどうした？キャンディー！キャンディー！キャンディー！2連キャンディーいただきました。キャンディー！キャンディー！キャンディー！キャンディー来るね、キャンディー。ノリがいいね、キャンディーくん。あれ、ユニコーンは？ユニコーンってさっきまで言うてたやないですか。なんだよ、キャンディー。キャンディー、キャンディー言うて。キャンディーキャンディーそろそろ終わりを迎える。
私はキャンディーと叫んで締めくくりたい。終わっちゃったよ、キャンディーと締めくくれなかったよ。皆さんちょっとご理解いただいてない方に一応伝えておきたいんですけども、あのキャンディーって完全にハズレです。何の役にも立たないもんなんですけども、それでこんだけ喜んでキャンディーって言えるんはちょっと羨ましいですけどね。楽しそうでしたね。トラさん言ったら僕より年上なんですけど、そのおじさんがですね、部屋で一人でキャーディーって言うてるかなと思ったらね、もうちょっとそういうバックグラウンド考えたら面白かったっていうね、動画になってるんですけどね。これで15万円ですよ。ね、すごいですよね。ただこれは氷山の一角に過ぎないんでね、次見ていきたいと思います。はい、こちらの動画、6月30日ということで、さっきのキャンディーの動画から、まあ、20日ぐらい経ってからリリースされている動画になってるんですけども、ここのガチャでなんと20万円突っ込んでおります。山上 T? なんだこれは。たったこれ1台のために、うん、57,371件件、まあ約10万を用意した。んじゃ回していこうと思う。いくで。あやあいやー、え、当たっちゃった。あにゃ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 、なんてこったい。マジか。ここのシーンとか僕割と問題やと思いますけどね。一発で一番欲しいやつが当たってんのに、なんか嬉しそうじゃないんですよね。むしろなんか、がっかりしてるって言うてもええレベルやと思うんですよ。今の反応ね。これね、本当にガチャが好きなんでしょうね。なんでもっと回したかったのになっていうんがあるんじゃないかなと思うんですけどね。っていうかもう目的がね、その欲しいものを手に入れるんじゃなくて、回すことになっちゃってますよね。ただ何かしら目的がないと回す理由もないっていうことで、ただただやっぱりそのお金を突っ込むっていうよりは何かを当てるためにガチャを回すということにこう喜びを見出してる方なんだろうなと思いますけどね。これ、7月26日の動画っていうことになってるんですけども、これ3つ目ですね。ここで10万入れてるんで合計45万円、ガチャに突っ込んでいるということになってます。で、これがですね、5日後の7月31日にまたガチャが来たみたいで、これいきなり回してるんですよね。で、しかもこれ驚きなんが、この日27万円入れて目的のもんが出んかったらしいんですよね。で、そこで諦めたかと思いきや、次の日にまた同じガチャやって、今度は20万突っ込んで、合計47万円突っ込んで、ようやく欲しいものを手に入れたと。いう感じなんですよね。すごいですよね。ここまででもう、92万円使ってます。6月11日から、計算すると92万円もの、まあ、お金をですね、この荒野行動のガチャだけに突っ込んでるということになってますね。はい、これは8月6日の動画になるんですけど、ここでは15万円入れてます。っていうか、このゲーム自体のね、ガチャのペースっていうのもえげつないなと思うんですけどね。それにぴったりとくっついていくトラさんの異常さですよね。すべてのガチャで、コンプリート、刺す勢いで回してるんですけど、そんな色々こう装飾取ってもね、装備できないんでね。ここもね、欲しい欲しない、あんまりもう気にしてないんでしょうね。何か目的があって回すということが楽しいということだと思いますけどね。で、このガチャが8月20日の動画ですね。ほんで、またここで15万円入れてますね。で、この動画は前回の動画と同じエヴァのコラボガチャで、ここで20万ですね。合計35万。エヴァのガチャに入れてますね。すごいな、ほんまに。で、このガチャなんですけども、回す気ないって言ってましたね。あ、全部回してるんじゃないやって意外だったんですけど、結局人の動画見て、なんか欲しいなって回すみたいなことを言ってましたね。結局回すんかいっていう感じなんですけど。で、ここでは5万円ですね。
で、当たりが出てますね。8月26日です。で、今までの流れ見てたら、あ、5万円で出たんや、早かったねっていう感覚になるんですけど、いやいやいや、僕ゲームで5万円使ったことないですし、5万円で出た言うたらもうなかなか出んかったな、くたびれたわっていう感覚になるんじゃないかなと思うんですけども、トロさんクラスになったら5万円言うたらもう神引きのレベルになってるということですね。で、ここでエヴァのコラボ第3弾になるんですかね、これね。ここで、45万円入れてます。もう僕の一月半ぐらいの稼ぎですね。を1日でぶっ込んでます。で、このエヴァのコラボだけで、8月20日と8月22日もこれエヴァのガチャなんで、合計80万円も入れてるということなんですね。いや、ほんまに月並みな言葉ですけど、住む世界が違うとはこのことだなと思いますけどね。で、9月3日、このガチャに5万でしょ。で、次が9月の4日、このガチャにまた5万ですね。で、最後、9月の17日、このガチャにですね、10万円入れてるということなんですよね。で、もう感覚が狂ってるのが、この最後の10万円入れてるガチャの場合ですね、今回は割と簡単に出たね、みたいなことを言ってるんですよね。10万ですよ。いや、すごいなと思って、これ全部計算したらですね、なんと212万円ということになっております。3ヶ月ばかり、しかも荒野行動だけですよ。荒野行動だけで言ったら212万円ということなんですけど、天部のね、動画しか見てないっていう人も多分おるんじゃないかなと思うんですよ、トラさんの動画ね。で、その天部の動画でのトラさんの勢いって言ったら、すごいもんがありますよね。多分この212万もすごいんですけど、それに匹敵するぐらい恐ろしく豪快にいろんな装備作っていくじゃないですか。で、それプラスアルファ、今回ですね、冒頭で見ていただいた三国志波動のようなゲームにも手を出し始めてるということで、一体ゲームにいくら使ってるんやらという感じなんですけどね。いやー、もうトラさんクラスになったら、もう欲しいものは全て手に入れてるんでしょうね。欲しいけど手に入らんもん言うたら多分国とかぐらいしかないんじゃないですかね。という感じなんですけども、最後にこちらを見ていただけたらと思います。ええ、この先使うかどうかはわからんのやけど。完成。なぜ使うかわからない専用神器を乾燥させるんでしょうか。あと、完成したんだったらもうちょっと嬉しそうにしてください。